安倍首相が4月7日に緊急事態宣言を東京など主要都市7都道府県に向けて発令しました。4月16日に対象は全国へと拡大しました。宣言の効力は5月6日まで続きます。そして感染者数も1万人を超えました。さらに減収した人に割り当てるはずの30万円も改正されて、野党が主張してきた国民に一律10万円支給されることが決定しました。またこれまで否定的だった韓国のドライブスルー方式も取り入れることになりました。病床は未だ不足しているので、ホテルや利用されていない施設などを利用するしかないようです。アビガンや人工呼吸器の増産も決まりました。アビガン使用のために早期の検査を実施しましょう。ただオリンピック延期から増えた PCR 検査数も準備不足がたたり、未だに満足に検査できない状況にあります。民間の検査キットを十分に利用しましょう。また中国は収束傾向にあり、韓国もピークは過ぎたようです。日本もマスクをすることや人との接触を控えることで収束に向かうことができるものと思われます。マスクは不織布などでフィルターしましょう。できる範囲でなんとか頑張りましょう。そしてコロナウイルスは直射日光を浴びると2分ほどで死にます。また洗剤や石鹸に弱いです。つまり衣服やマスクのコロナウイルスは洗濯で死にます。東京の陽性率が高いのは満員電車が原因です。テレワークは推奨されますが、電車は本数を減らすのではなく、むしろ増やして1車両の乗員人数を減らしましょう。フィルターなしの布マスクやマスクなしでの乗車は拒否しましょう。また出勤時間を変えたり、土日出勤に変え密度を減らしましょう。ウイルスは日光に弱いので、むしろ公園を利用しましょう。日光浴や運動を図る目の体操がおすすめで、時間は短めに10分程度がいいでしょう。室内での飲食より野外での食事がおすすめです。スーパーなどもむしろ人との密度を下げる意味で営業時間を引き延ばしたり、営業する店舗数も増やした方が良いでしょう。また混乱に乗じての種苗法改正などはやめてほしいですね。それじゃあまたね、バイバイ。